はい、クリアした。やりました。はい。気持ちいい。やりました。だるなすごいね、楽しそうだよ。みんな楽しそうですね。はい、では夜便がスタートしました。どうですか、夜便はどんな感じでやっていくんですかね。ですね、船をアンカリングして周魚灯を焚いて魚を浮かせるやり方ですね。夜巻きに近いやり方になります。なるほど。じゃあそれを今日やっていて、はい、まあ、どういう風に狙っていくかですけど、どうですか、2日前に栗山くん行ったっていう話をちょっと聞いたんだけど、その時の様子とか、どんな感じだったんですかね。ですね、結構やっぱ正直昨年だったり2年前と比べたら厳しいんですけれど、結構ベイトの寄り方とか、やっぱ水深とかを今回変えて狙うってことだったんで、そこら辺をですねちょっと工夫して攻めれば、タチウオは絶対いるんで、はい、ゲットできると思うんで。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあ海斗くん、はい、何を使っていきますか。作戦を一番の今日の中で委ねちゃう。まあやっぱり、まあ、時間帯とかによって、まあ、釣れる水深とかもどんどん変わってくると思うんで、まあ、その時に合わせて、まあ、竿の柔らかさだったり、まあ、サミットの、まあ、3番から1番、まあ、ちょっと落としたり強くしたりで、まあ、ジグにしても、まあ、ソダネだったり、まあ、フラップ QR の、まあ、200から、まあ、下は120ぐらいまで、まあ、その辺を、まあ、状況に合わせて使っていけたらいいと思います。なるほど、はい、分かりました。じゃあそれでやります、言うこと聞いて やってみます。その辺あたりやりましょう。とりあえずあと追加で浮いてきたら、うん、棚浅くなったら、はい、ワームとか入れてみると面白いかもしれないですね。じゃあそれもちょっと、ちょっと試してや、スピニングのタックル用いて、まあ、ちょっと投げて引くとかですね。なるほどなるほど、そういうのも兼ねていきましょう、ちょっとデスタらしく面白さをこう提案していくっていうところでやってみましょうか。はい、はい、じゃあこんな感じで進めていきたいと思いますので、じゃあ夜便頑張るぞ。オン。あちらに見えるのが桜島です。まずは1投目、水深122、はい、で、ロッドはもう継続してスクランブルのスーパーライトスペック B67L と、今度はやっぱグリキンがね午前中良かったのでグリキンで裏ゼブラグロー行っちゃいます。待っていきましょう。夕日も綺麗です。綺麗です。ほらあそこに赤いポロシャツの方が映えます。映えます。映えるね。桜島よ。桜島あっちです。いいね、すげえ、五光が差してるよ、カイトの頭上に。かっこいいよ。だいたい下からどれぐらいから、そこからどれぐらいまでを攻めてるんですか。自分はもう最初に10メーターぐらい巻いて、いそうな層をですね、やって、また普通に巻いたりして、そこから40メーターぐらいですかね。80メーターラインぐらいまで。80メーターラインまで行っちゃう。ですね。80メーターにいそうな気がしならないので、そこでしょ。どれ。いそうな気がしならないです。いそうな気。ちょっとこのね。はい。このベイトの上ね。もしかしたら惑わされてるかもしれない。カイト何メーターやってんの？今ちょっと上の方。上の方。はい。今80。80からやっぱ80が怪しい、はい、怪しく見える80が。ここがちょっとそうだよね。ちょっといい馬詰めでカッセ上がって上の方に上がってきてるかもしれないので、
上まで。やっぱ立ち上は中層だよね。はい、来たよ。ヒット、午後の部ファーストヒット、ヒット、やっぱり上でしたね。上だった、はい、今結構上だったよね。バッチリですね、うん、85ぐらいです。85ぐらい、はい、80いったね。85メーターだってよ。結構上にいたよ。さあさあ、イエーイ、タチウオだ、はい、えーい、チャンス、やったやった、お、ちょっといいんじゃないいいんじゃないの、ね、お腹膨らんでるし、はい、よいしょよいしょ、やったー、はい、イエーイ、綺麗なタチウオが上がりました。やっぱこのカラーですか。ですね、このカラーですね、まずはちょっと今日一本ね、はい、朝一から結構いい仕事してるよこいつ、はい、こいつをロストしないようにやってください。はい、おめでとう。ありがとうございます。はい、段差がっちりかかってるよ。はい、これ段差いいんじゃないの。ベストなかかり方ですね。ね、はい、バッチリかかってる。これは外れない。あ、これバロシゼロです。お、ヒット、どんな感じだったの。これはもう、あの、ショートな感じでパン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 って上げてきて、ほうほうほう、はい、そこでもうズドンと、はい、はい、はい、お、いいんじゃない。また尻尾がない、尻尾ない。惜しいな、尻尾があればちょっとドラゴンと呼べたかもしれないね。これ4本ぐらいあるんじゃない。あるかもしれない、4本、あ、4本あるかもしれない。尻尾がないからな。あ、これ尻尾あったのに1メーター半ぐらいあったかな。はい、はい、おめでとう。お、また同じカラーですね。はい、いや、綺麗だね。綺麗ですね。鏡みたいに輝いてるよ、サンセットの夕日が。はい、イエーイ、はい、お、ヒット、兄貴、意地を見せました。食らいついていきます。 100m ラインで当たりました。元さんがリアルでしょ。85じゃなかった。85じゃなかった。あれだけ85押しといて。たまらんすね、この西日が、いや、当たり引きが、はい、当たりが、当たりが、当たりが、待望のね、待望の、待望の、ここが今差します。ここタチラーム来ました。お、タチラーム200、パープルゼブラ、ナスクもゼブラ、そのピンクゼブラですね。ピンクゼブラ、ピンクゼブラもあれだね、もうパープルゼブラ、ピンクゼブラ、ちょっとね、鉄板だね。よいしょ、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 皆さんいつもの顔。はい、これローリングサーベル、ローリングサーベルでぬさっといってますね。ぬさっといってますね。やっぱ擦れかかりの時はこの安心感ですね。もう何でも拾う、かかとも勝ち。反則とかそういうのやってない。ああ、しかもいい時間。今結構早いかな。そうですね。どう？最高っす。最高。ロッキュエル最高っすね。やからがいる、やからが。面白いっしょ、ロッキュエル。もうスピニングっぽい、もう上げ上げ上げの。上げで。ああ。ボタチューのね、今日楽しみつつ、はい、どっちでもいいね、 67L でもいいし、はい、69L でもいいし、正直やってることはまあ一緒なんですけどね、うん、どちらでも操作感は、はい、同じように扱える。はい、来ました、うん、おーしゃ、おー、でかい、でかいよ、うい、
ぞ。あ、ねえか。でも4あるね。はい、4ありますね。よいしょ。 F4 です。4。綺麗な魚ですね。綺麗です。おーい、またこいつですか。はい、信頼の、お、あぶねー、1本。お、フック1本だけど4本針はかかりがいいね。お、結構ファイティングリーダーいってますね。あ、やばい、危なかったね。これがあったからチュルンが、はい、危ねー、このファイティングリーダーがなかったから、はい、もう切られてたよこれ、はい、つけて男子イージーファイティングリーダー。すごい綺麗ですよ。今ドン来ましたね。ドン来ました。監督、反則ジグ出ないやつで廃盤ですかね残念ながら。ただまだ売ってますよ。売ってます。お買い求めはゼスタオンラインショップでお願いします。ゼスタこちらアーム幻のジグです。はい、よいしょ、いや丸だ。あ、丸丸、よいしょ、でかいよ。はい、ナイス。おお、でかい。パンパンしてますね。ねえ、これちょっといい時期だよ。美味しいやつだ。あ、美味しいやつだこれ。これですね。おいし。待って、待てよ。いや、バランスいいですねやっぱね。使いやすい。ですね。最高です。綺麗。すっごい綺麗。いい魚。はい。ちょっとカラーチェンジしました。カラーチェンジした。はい、あのフルオレンジみたいなやつですね。オレンジ、はい。タチラーム200最高だよ。タチラーム最高っすね。タチラーム最高だ。来ました。来たー、いったー。楽しそうだね。あ、そうですね、楽しいですね。めちゃくちゃ夕日も綺麗だし、めっちゃいい曲がりしますね。うん、いい曲がり、楽しい。もう最高っすね。はい、いいテンポで食ってるよ。はい、ちょうどいいぐらいでね。これ夜バクなんじゃないのこれ。かもしれないですね。爆、ね、長あるね。今の程よいゲーム性で楽しめてますね。しかもジグチェンジでカラーチェンジしてもな、はい、打ったし。やっぱでもフラップが調子いい。フラップですね。使いやすい。はい、フラップ QR。 QR新製品、うん、いいでしょ、動き動きめちゃくちゃいいです、うん、来ましたね。いスレか、スレだけど、でかいよ。もうめっちゃ巻いてる。あ、ぐるぐる巻きぐるぐる巻きです。亀甲縛り来ました。縛りました。あれ、縛って回されてます。私たちが釣ってるよ。ドン、ドン、どんな感じで当たったんですか？あの、適当にジャークしてたら食ったんですよ。うん、あの、フラフラってしたら、ふわーって食った。ふわーってふわーって感じですか？うん、僕釣っちゃいけないの。僕釣っちゃいけないのよ。釣っちゃダメって言われてるのに、なぜか手が悪さすんの。来た、タッチも来たよ。あ、ゼブラでね。ほら、まあいいかかりやね。おい、何しようのか。カメラ回されたよ。最高です。いや、これがあるから怖いですね。20号ぐらいないと。20号でもちょっとギリギリなんだよね。ギリギリっすね。うん、本当は1回でこんだけ傷つくんですもんね。そう、でも傷ついても割と持ってくれるから。うん、そうですね。だけどロストしたくないじゃん。したくないっす。
ちょ、一応何もつけずにこれ、うん、これあれかな、下向きじゃなくて逆に上向きにして、はい、で下にフックするといいかもしれないね。あ、結局ね、ちょっとマスキングあれと言います。うん、そうだね。あらまあ、もうできたの。はい、できました。もうできたの。はい、あれ、めっちゃ簡単だね。めちゃめちゃイージーです。めっちゃイージーだね。めちゃめちゃイージーです。ダブルヒットー。早いっすね、手返しになっちゃう。ちょっと手返しいいでしょ、これ。手返し良すぎっす。23っすか。23。23。やったー。23出た。いましたー。活性上がってきましたね。上がってきたね。やっとですよ、長かった。結構重たい。団子になって。もう上がってくるよ。うん。うわ。来ましたー。あ、大きい大きい。あ、いい。いい。オッケー。あ、糸噛んどる、糸噛んどる。わお。おお、糸噛んでます。ネジネジです。糸噛んでます。噛んでるけど切れてない。切れてない、ネジネジです。やばいね。やったー。おお。はい。ロッド変えました。もうだいぶ上ずってきたので B で 67L の FS です。フルスありましたね。それで今回ジグか。ジグはなんと、なんと、なんとアグラームの新色。新色？はい、そうなんです。新色が出るんですよ。おー、いい感じ。おー、じゃあ前、おい、ダブルヒット。危ない危ない危ない。はい、はい、どうぞ。これが、まあ、タチウオの前ですね。このジグ見てください。新色のアグラームだね。アグラームの 90g ですね。表が金と赤金、赤金ゼブラで、後ろが、裏目がフルグローになってます。いい色だね。これ一発でしたね。一発ね。おめでとうございます。イエーイ、やりました。これはどうですか。いい感じですね。指、僕の指で指4本4本。日中よりちょっとだけ若干サイズアップしたね、うん、もうサイズアッププラスやっぱり上がってきてる。背がだいぶ上がってます。 23m 私釣れたのが、うん、かなり上の方。ケイトさんが先にかけたので、うん、そのレンジに合わせて30ぐらいからゆっくり上げてた。ドンドン、うん、もう今回はね、あの刻みもピッチ早めに、しゃくりも早めにやって、ちょっともう全然釣り方が変わってきましたね。夜のタチウオ、夜タチ楽しいですこれね。いいですね。どうですか、うん、これは。あ、これですね。見てわかる通り若干もうザラザラ感入ってるんですけど、でもこのイージーファイティングリーダーがすごく活躍ですね。もう安心感半端じゃないです。これがあるないじゃ全然つけてて欲しい。イージーファイティングリーダー、どうですかこの曲がり。フルソリ楽しそうですね。これいいですよ。夜の立ち用にはこれくらいのロットで十分だと思う。今が 50m まで落として、あとはワンピッチでちょっと上げていくとゴゴゴって入れる。もう 120m の水深ですけど、もう50で、はい、もう関係ないです、うん、もう見てください、魚探を、うん、もう真っ赤っかです、上が。もうボトム取る必要はありません。おー、ナイスサイズ。おー、すれがかりですけど、いえいえ。アグラム釣れるね。イエーイ。何本？4本。4本。美味しいサイズ。お腹かかってますけど。うん。いい感じです。オッケー。はい。ありがとうございます。アグラム来ました。ヒット。イエーイ。30m。30m。50から上げの30で来ました。ロットは？ロットはスクランブルスーパーライトスペックの B67L です。
もうこれもう今日通してますから、ね、で、ジグが、あー、ほら、アグラム、おー、倒そう、お見てこれ、やっぱりソリッドだからね、バレにくいよね、かかったらね、いいね、おー、激しいね、タチウオなのに、タチウオ、はい、来ました、おー、しっかりか、おっ、いいよ、いいサイズ、いいサイズ、ナイスサイズ、ナイスサイズ、やりました、イエーイ、グラム、それ何カラーっていうの、これは、ピンクパープルのドットがリアについているので、ここでアピールが葉っぱじゃないです、半端じゃない。半端じゃないです。かわいいね、でも。しっかりと、ほら、見て見て。フォーフックにしっかり食ってきてくれるので、もう、リアに、まさに食ってきてるなっていうのが、これで実証できたんじゃないかな。どうですか？ナイスです。ナイスです。はい。ちょっとグローで実行させてたんですけど。当ててましたね、うん、ライトにね。やっぱり当てた方が当たりが。当てた方が入れた瞬間来ました。重いよ。重い？うん。やったー。はい、どんな感じですか？ね、だいたい30メーターぐらいまでとして早めのピッチで今回やってきました。はい。やったー、ありがとう。はい、おめでとうございます。このピンクとオレンジにウルトラグローシールをカスタムさせて、はい、さらにここで光を当て、めっちゃ光らしてる。そう。蓄光させて、入れます。そうすると、めっちゃ光ってる、めっちゃ光るんです。点が見えないけど、で、50ぐらいまで落として、ここからちょっと速いピッチで上げてください。やり方、くたくたくた、おお、曲がってます。おお、くたくた、あ、しっかり勝ってる。おお、ほら、ナイスサイズ、ナイスサイズ、やった、はい、新しいカラーのピンクオレンジです。しっかりとフックがかかってます。見てください、すごい。ウルトラグローシールを貼って、さらにちょっとアピール度を上げたので、で、ここに光を当てて蓄光させて落としました。そしたら見事にヒットです。はい、おめでとう。やったー。爆鳥やね。爆鳥っすね。やっぱ夏の夜はタチウオやね。そうですね。やっぱ夏の名物。鹿児島の夜の名物やね。おー、ナイスサイズ。はい、必ず抜くときはこうやって手で抜きましょう。はい。ロッドで抜くと周りに迷惑かけるときありますので、ね。いいんじゃない？はい、ちょっとサイズアップしてサイズアップ綺麗やね。 4.5 ぐらいあるんじゃない？そうですね。中見てください。中がちょっとあれ、ね、またそれあれね、変わった色やね。アグラームの新色になります。おお、釣れるね。アグラームブルーグロース、ブルーグロー、で後ろがホロです。ホロが違うんだよね、はい。画面と表面でちょっとベースが変わってますね、はい、でちゃんとリアフックに、どうですかこれ、4本針をガッツリ食ってます、加えてます。うん、完璧ですね。いい感じの当たりでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。元さんから緊急支援、元さんから緊急支援、緊急支援、元さん、これが6インチか、リロードが6しか持ってない。うん、白から、はい、バレットリブヘッドマグナト、80g で、シャットスターの 4.5 インチのオレンジですね。おっしゃー、でかい、でかいよ。おめですか。いや、来ました。どんな感じですか。シェイクからの止めでね、はい、思いっきり強烈に入ってきたよ。じゃあ、止めてる時にワームをひったくったやつですか。そうそうそう、結構いいんじゃない。あー、そうでもやった。でもでもアグにしっかり食ってる、ね、ほら、はい、これが普段皆さんやらないシステムですか。ですね、
でもやる気満々だよ。そうですね、この食いはやる気満々だね。やる気満々だね。いろいろ試してみて、さっきからね、あの当たりは結構あるんですけど、結構後ろの方食ってくるんですよね。なのでちょっと試しでね、長めに長めにで、ちょっと後ろの方つけ、ファインフックなんでね、サクッとサクッと、はい、動きも邪魔しないし。おお、ドラグ出されてる。楽しい。楽しいですね。やっぱ6級のね、ロングソリッドが効いてますね、この釣りには。食い込みが全然違う。ワーム、いいですね。楽しいですよ。さあ、どこにかかってるかな。ガツッと合わせられるのがいいね。いいですね。おいしい。おお。あ、食ってる食ってる。おお、いいところに食ってるよ。狙い通り。これ何？あれ？六連フック。六連フックです。ちょっと長めにね。長めに。はい、おはようございます。ありがとうございます。よっしゃ、この辺から行きます。はい。あるね。すごいね、楽しそうだよ。めっちゃ楽しい。めちゃくちゃ面白いです、まあ、しっかり乗ってくれるんで、多分セッティングはこれで、ね、間違いない。間違いないね。針上向き？上向き。下トリップですね。で、あの下あのローリングですね。よいしょ。あ、でかい。でかいよ。でかい。おいいな、やったね、ついに。よっしゃ、ローリングに。ローリングで。ローリングブラブラ？いや、ローリングワームに刺しました。ワームに刺してる。はい、やったー。ちょっとこれ、はい、もう見ての通りちょんちょんちょんのね、止めだね、はい、カクカクって言って合わせてますね。お疲れ様でした。タチウオナイトジギングどうでしたか、森くん。結構盛り上がりましたね、うん、結果としては、うんうん、結果としては。で、日が暮れて、どんどん浮いてきて、地雷でバタバタってきて、そうですね、その釣り方が、まあ、ゼスタらしくいろんな釣り方がやって、うんうんうん、これはお楽しみ。確かに、もう夕間詰めの時ね、2人の盛り上がりったらもうね、ですね。得意なすくんがね、結構なんかいろいろジグもね、はあ、試しながらやったりして、うん、どうでした、桐山くん、ジグ何が良かったの。僕はジグをやり通したんですけど、うんうんうん、やっぱゼブラが強かったかなっていうのがありました。確かにね、最後の最後までカスタムしながらやってましたしね、はい、楽しみました、うんうん、よかったですね。ダス君はですね、まあ、自分はまあフラップ QR、うん、150を基本使って、うんうん、でやっぱりあのハーフピッチの細かいアクションで結構ハマってくれてですね、で、まあ、最初はそこで風を乗せて、で途中からはあのまた新たな可能性を求めて、うん、ワームを使ってね、やってね、はい、盛り上がってましたね。ワームが、ワームこれぜひ楽しみにしてほしいですよ、これね。またジグとは違ったですね、うん、新しい提案をまたよく釣ってくれたし、すごい良かったね、うん、これ見てみんながちょっと挑戦してほしいですね。ほんと、いろんなやり方、金庫湾でもこういうのができるんだなっていうのが分かる。アグラームの新色、そうそう、まあ、新しいシルエットになって、うん、まあリバイバルって感じですか。そうですね、あの形がエチオ
立てたのですごい動きも良くなってさらに聴覚が上がるようになって、うん、カラーも割とその立ち寄り寄ったカラーを作ってるんですよ。だからピンクゼブラとか紫ゼブラとかそういうのも、はい、うん、うまいこと自分らはちょっと超過出せましたね、うんうん、ね、いい感じでしたね。グローなんか最高に ね、良かったね。裏地がフルグロー強かったですね。ね、良かったね、はい、うん、私もリアが点々のやつ買ったけどすごい良かったです。あれはあとはもうしっかりとオリジナルもカスタムですね、うんうん、ね、自分の好きなようにグローシールを貼って、ウルトラグローシール最高です。最高です。アピール最高にいいです。間違いない、間違いないね。あれつけるつけないで聴覚が変わります。うん、中央の、ナイトジギング夜の便を終了したいと思います、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。